ほら、やっぱりあんたの考えは間違ってる。ぬぬぬぬぬ。そんなんじゃ、せっかくのレアチップがかわいそうじゃん。ぬぬ。ネット君、ちょっと言い過ぎだよ。だってそうだぜ。出ます。ネット君の言う通り出ます。何？認めるのか？これからは真面目にウイルスバスティングしてチップを集めるで。いや無理無理無理、君は警察に行くことになるから、あのこれから真面目とか言ってるけど、あのまず出所してからね。何罪を逃れようとしてんのこいつ。まずは捕まりましょうね、うん、心を入れ替える出ますから、ネット君もまたチップを交換してください出ます。なんていう都合のいいやつや。終身刑やんなこんな。いいや、もちろん。ただしみんなを困らせたんだから、その償いはしなきゃ。ちゃんと償わせる。まあ、それは小学生でもわかるよ。うん。5年生でもわかるよ。え、パパの部屋はどこ？パパ？上？俺の中で上ってこっちやけどいい？上？あ、エレベーター乗ってねえんか。え？え？ 1 階？行かない行かない。上？え？え？俺こっちから来たよね。え、これ水道局やぞ。え、だって1階に行くって言ってたで、エレベーター今地下1階。は？なんで1階にお前連れてこうとすんの。え、なんで1階に行こうとすんの。え？は？1階に行けばいいの。え、なんでスイッチ押してないの。え、これエレベーター。は？は？は？な、何言ってんのこいつ。は？頭おかしくなっちゃった、ロックマンが。あ、ここや。よし、これさえあれば。よし、これで。あ、なるほど。は？え？あ、これか！え？え？え？は？エレベーターは？降りてんのか！もうこれ押した時点で降りてて、あ、な、俺さ、あのエレベーターを起動させるとここが開いたり閉じたりすんのかって今思った。あ、そうや、もう下にすでにピンポンで降りてんのか。なるほどな、わかんにく。ようやっと謎は解けたぞ。お前らの疑問も。水道局の建設か水道工、なんか俺アホやと思われてる。水道工事の計画を立てたりするセクションです。水不足の件はここではわかりません。無能だ、無能が。